続きやっていきます。ドラがチュン、これはもうチュンポン、チュンのポンを考えてかなりいい手ですね。上がれる手ですね。チュンをポンして、まあチュンと E1 のシャボ一面ツソーズで一面ツ、まあこの辺で一面ツ、これはちょっと上がりたい手ですね。ぜひ上がりたい。当然ポンを考える手です。でこれはあの一通は私見てませんで、結局12なメンツ余りで想像の一通になることはないんで、もう12は落とします。3ピンに何かくっついて両面になってくれた方が嬉しいんで、少しフレキシブルにこうペンちゃんをこう大事にしちゃうと、なかなかペンちゃん相撲が来なくて、結局つもぎりが多くなるんで、これはどうだろう、数ワン切るかパッキュッソを落とすか、ちょっとあのチュンのポンは当然考えてるんですけど、面前でリーチっていうのが私は、ね、そこを狙いたいので、まあ平場でまだオーラスとかじゃなくて余裕があるんであればパッキュッソを落としていくかもしれないです。数番切るかもしれないです。ちょっとこの辺はあのその場じゃないと、まあ、E1 のあんこ一応チュンが今度ジャントーになってリーチ、E ペーコー、ドラドラが見えてきましたね。これでチュンあたりを引けばもう最高ですね。ハネマンとかが見えてくる、円前でハネマン、あ、こうなった、これはもうリーチと高く狙います。リーチ、ドラドラ、こういう手好きですね。つもり3個、別にロンで上がらなくても、むしろ出るとがっかりっていう、こういう手は好きです。これはリーチドラドラなんで6-4かな、ウーピンかチュンで上がりたい。ちょっとまあ上がれない。でも結局チューンを鳴かないで面前でリーチできたっていうのはすごいいいことですね。ちょっとなんか気分転換で適当に積んでみよう。2,3 揃ってる、なんだこれ、まあたまにあるか。こんな手配が来ました。でドラがパーマンでピンズで2面ツー、マンズの4号で1面ツー、ドラ引いて、まあ、6球あたりで1面ツー、まあ、想図でも1面ずつ作れそうな感じの手配です。ちょっと進めてみます。まあせっかくなんでここから積もってみよう。ジャントーができました。あ、これはパッソーの方がいいかな、今チュン切っちゃいましたけど、パッソーあたりから来たはよかったかもしれないです。おお、すごい、これはパッソーかな。何はいらないと、
応これでイーシャンテン。ウーソー、これはウーソー切っちゃいますね。マンズの4号、まあ今こんな感じでマンズの8あたり、トラを引いてマンズで2面ずつ作れれば、でその間にスーピンを引いてイーペーコーもという感じですね。これは思惑通りで、ローワンあたりを引いてリーチしたいところです。まあこうなった、イーペーコーのみ1300で、まずまあこれは闇で34あたり引いて2ペーコーになったら、ちょっとリーチ考えるかちょっとどうかなっていう感じですね。この段階でリーチはないです。ピンフリ2ペーコーあたりになれば玉で満があるんでいいですね。結局イーペーのみと、こんな感じで、次はちょっとまあオーラス先天差ぐらいをちょっと見て打ってみたいと思います。まあ、ただチーとかフォーマは当然できないんで、まあ一人でやってる以上できないんで、オーラス先天差って言ってもそんなにこう実際のハンチャンみたいに、なんかあれをこれ手は施せないです。まあ、こんな手配が来ました。でオーラス先天差、オーラスちょうど先天差ですね。なのでピンフのみじゃダメと、そんな感じをちょっと見て打ってみたいと思います。まあ、これシャーがジャン島で1面通、2面通、3面通揃ってると。で、ドラが、いいそう。1枚取って、9ピン切りですね。こんな感じで、オーラス先天差でちょっと打ってみたいと思います。まあ、パスはいらないと。とりあえず、あんまりオーラス先天差とリーチはかけたくないんですけど、まあただ先天差なんで天牌には当然向かいますね。チュンと白の1枚切れてる方、切れてなくても切ります。お、一番いいとこ進んだ。まあピンフ、まあ最悪リーチピンフで十分ですね。リーピンで2000点で逆転と。両面4つなんで普通はテンパりますね。普通はテンパるんだけど、あ、来た来た。で一応2刺し刺し子も見といて、イスピン、イスチーピンで、例えば場にイーピンがもう3枚ぐらい切れてれば、当然2ピン落とします。ただイーピン、チーピン、まあ場に同じ枚数しか切れてない、またはどっちも切れてない状態だったら、差し子に差しを見て、ローピンを落としたいです。これは、二差し差し子どっちも見てるんで安牌を抱えることはしないです。天牌ぐらいはしたいですね。先天差であれば天牌量で逆転ってあるんで、もう地位とかやってもいいですね。例えば差し子だったら地位しても上がりに迎えるんで、もう最悪 E ピンで地位とかもこう仮点も、おお一番いいとこ来た。で先天差で14、15巡目、
あとツモは3つで、リーチかけても三茶に落ちない、または三茶まで離れてるであればリーチしてもいいのかな。こう2茶と3茶が500点差とかだったら、これはあのリーチかけると3茶に落ちるんでしないですけど、もし1万点ぐらい離れてるんであれば、私はリアンピンギでリーチします。ただ1000点差なんで、相手が脳天で私が天敗で天敗量もらっても、一人脳天だったら一茶が落ちますね。私が一茶になりますね。ちょっとこの辺はつもんない。まあしょうがない。ただ一茶って終盤のリーチは振りたくないんで降りることもあるんで、まあ二茶でもそんなマイナス大きくならないんで。もしかしたら今のは一茶が降りて、私以外の人もテンパイ出して、私以外の人も結局脳天って降りて、リーボを払ってもテンパイ量の方が大きいっていう可能性はあります。ちょっとこんな手合いが次来ました。トラが9層はトラです。まあパッと見刺し子かなっていう、まあ単妖に迎えればいいかなと、そんな感じの手配ですね。まあ急走がドラなんでパッソー切りづらいですね。いらないのはパッソーなんですけど、3番刺し子狙っちゃった以上、なんか3番が将来的に使えそうな気があるんで、あ、今回は1000点差じゃないです、普通に打ちます。でパッソはドラを引いた時にまあ一応使いたいので、もう捨てない。3はもうなんとなくこう噛んで刺し子に向かう気がするんで、9ピンかな、ちょっと9ピンから切っていきます。数ピンとか3ピン引いて、ちょっとピン図を下に伸ばしたいですね。まあこうなったら一面揃っちゃって差し子難しいんで、普通にリャンゾーあたりを切って、ちょっと総図でむしろ四五郎に向かう感じですね。まあ初と何かのシャンポンでリーチできればいいのかな。まあこういう自敗を泣かないっていうのは、今たまたま初引いて、こう初引いたから言うわけじゃないんですけど、例えばこう引く前に初が出ても当然2枚目でも泣かないです。こんな手初泣いたら多分パスを切っていって頑張っても1000点なので、こう泣かないと自分で持ってくることが結構あるんで、こうなるとちょっと勝負したい手になるんで、もうパッソーとして数層を雀刀にして、できれば両面でリーチしたいですね。まあこれは最初言った通りピン図を下に伸ばすっていう、まあ差し子はちょっと崩れましたけど、まあ予想通りと。で、老僧を引いた時に初切って差し子狙うかっていうのは、まあ点数状況によって高い手狙わないといけないんであればいいんですけど、うわ難しいな。まあ普通に切ったらウーソーなんですけど、ウーソー切ったらリーチ初のみ。でもウーソーですね。これはウーソーです。そうですね、しごろはもう狙いないんで、まあこれはしょうがない。リーチ初3200ですか、これはリーチですね。
8分の4分で42分リアンファンは50分リアンファンでと残2ですか。あとはまあ積もうとリーズも初リーズも初1326ですか。40分3班は1326こんな感じですね。